よいしょ。リスト、あ、すみません。前回ね、カスタムパーツを一通り見ました。ただ、お金が全くありませんので、なんちゅうの、なんともなりませんでした。何もできない。ほぼ何も変わってませんね。ハンドルと、あと何だったっけ。ちょっと変わったぐらいですよね。ボイスが変わったぐらいか。じゃあ、ちょっと行ってみようか、レース。レースっちゅうのかな。走りに行ってみますか。最初私乗ってる車はね、これ?うん。まあ、普通だよね。普通。行ってみようか。ハンドル操作をカスタムしたんですよ。ということで、方向キーで変わる、文字で走る場所が変わるんじゃなくて、本当にハンドル操作、普通のレースゲーム、普通っていうのかな。細かいハンドル操作ができる感じなんで、面白そうですね。さあ、小渡さんですね。東京も分かるんですよね。東京もんじゃないんですけどね。免許持ってますよ。これぐらいのことをマジで説明しに来る、ドライバーも怖いし、なんかそういう説明せざるを得ないような雰囲気を持ったトラックドライバーっていうのは怖いですね。演出がすごい。演出がすごいけど、左側の車見てみる。左側の車ノーマルじゃん、ほとんど。かわいそうに車乗り換えれるのかな。新しい車が出るのかな。ボルボのなんかでかいやつが乗れるのかな。よくわからんけど、まあ、ちょっとレースしてみますか。 S っつうのかな。勝負。ちょっと長いかな。スキップすっか。はい。さあ、ちょっと難しいかも。見えない。怖い。結構怖いな、運転する。カスタム操作って怖いですね。これ車がギュンってこう動く。ちょっと怖いね。うわぁ、塞がってんじゃん、道。あ、一応いけるか。EDM なんですよ、EDM。あ、来てる、ここから車。うわぁ。普通のトラックですね、またね。ちょっと難しいよ。何キロ出てるの、この車。まあいいや。140ぐらい出てるんですね。すげえな。よかった、よくぶつけちゃうから、低速域の方が良かったです。うまくなったらね、高速域の方がいいんでしょうね。ミスらないから、スピード出した方が走るから。ミスってブレーキ、スピード落ちないから。おお、なんだ、気配があった。家具積んでんだよね。これなんかぶつかりすぎたらあかんのかね。家具ぶっ壊れましたみたいな。積みにぶっ壊れましたみたいな。今のところその渡るさんって人のトラックは来てないですね。幸いにも。ボイスの方も一緒に受けてくれるんでしょ。走ってたら。塞がちゃってる。さすが。時間なくね。3、2、1。残り1秒。え、これギリギリじゃん。運でしょ、これ。ゴールしたの、これ。やば。難しいですね。結構。
まあ見てみるか。読み込みちゃんのところは今度からスキップするか。ちょっと。はい。お、結構ですね。面白かった？嬉しい。1000 BP もらったんですね。さあ、負けたのは何、負けたじゃない。さっきギリギリだったんですけど、これ何の成果ですか？僕の腕が悪いんです。ということで、車の性能を上げましょう。いいのかな？パワー上げたら余計扱いづらい気もするんだけどね。読み込み中スキップするか。ああ、あった。効果のセンアップしない。これセンアップするでしょ。あれ、あ、しないんだ。ん、あ、しないの。え、じゃあさ、どうって勝つのこれ。え、車のセンア上がらないの。上がらないんだったらさ、え、マジで。ということですよ、ということはですよ、え、僕は上手くならない限り負けるのこれ。このレースっていう、これ結構高っ。値段変わるな。ここだけ出てきても怖いな。ホーンでしょ、でしょ、ハンドル、ボイス。あ、ここら辺変えてっか。待って、何これつけて。これシンプルだから、デコトロじゃねえんだろって話なんですけど。そしたらこれ、ね、何これ、これはジェットにつけるものって無理やりつけてみるか。いいですね、つけましょう。こういうね、見栄を張るのがいいんですよ。うん、かっこよかった。バイザーは高っ、めっちゃ高いじゃん。どれでこれぞ。光るの、さっきやったやつ。光るよね、緑の 3つぐらい。あ、光らないんですか。はい、わかりました。じゃあちょっと、さよなら。戻るわ。電気入れてない。結構高いな。感じで、いや、性能上がんないんだし、本当腕の勝負なんですね。もう格好があったじゃんね。変わんないって。あ、そうですか。うん、変わった。で、ちょっと待って、まあ、もう一曲こんぐらいにしましょう。うん、一動画あたりね、10分以内が一番見やすいと思うんですよ。っていう感じで、また次回。